エトセターは、西日本旅客鉄道が、広島駅小道駅間を、クレ線経由、小道駅、宮島口駅間を、山陽本線経由で運行する観光列車である。本港では、前身である、瀬戸内、マリンビュー及びその派生列車である、清森マリンビュー、並びに、クレ線で運転されていた、優等列車、観光列車の遠隔についても記述する。 2020年10月から12月に開催される瀬戸内広島デスティネーションキャンペーンに合わせて瀬戸内マリンビューの車両を改造し運行することが2019年7月17日に発表され10月16日に列車名エトセターが決定2020年7月10日に運行の概要やロゴマークが決定した2020年10月3日から運行を開始し 正月三が日,日を除いた金曜日、土曜日、日曜日、月曜日に運行されている。列車名のエトセターは、ラテン語で、その他、いろいろの意味を持つ、エトセトラ、また、広島弁で、たくさんの意味を持つ、エット、さらに、瀬戸内の魅力を感じる列車であることから名付けられた。金曜日、土曜日、日曜日、月曜日に、クレセン経由で、広島駅をのみち駅間、 山陽本線経由で、小道駅、宮島口間で運行されており、全車指定席グリーン車で運行されている。停車駅広島駅呉レ駅や吉駅竹原駅、多田の海駅三原駅小道駅小道駅、三原駅最上駅広島駅、宮島口駅使用車両に両編成の専用車両が使用されている。当日の瀬戸内マリンビュー用車両を再改造したもので、外装は、 瀬戸内海の青と海岸線から見える波の白をイメージしている。車内のモケットは1号車が五福島の紅葉をイメージした赤、2号車が瀬戸内の山の新緑をイメージした緑で表している。内装は沿線の瀬戸内海の海岸日に配慮し窓枠を大型化したほか 海側に向いた座席が配置されている。再改造にあたっては、座席に関しては、ほぼ無改造だった2号車も、対面式の大型テーブル付きボックスシートを呼び、海側に向いたカウンター席が整備された。車内サービス販売カウンターが設置されており、沿線の品々やグッズが販売されている。また車内では、オーロは、スイーツ小箱2種類袋では、 オリジナルカクテルや酒どころ広島の地酒飲み比べが販売されている。セットマリンビューは西日本旅客鉄道が広島駅三原駅間を山陽本線、クレセン経由で運転していた快速列車である。本港では派生列車である清盛マリンビュー並びにクレセンで運転されていた優等列車、観光列車の遠隔についても記述する。 2005年に広島県の大型観光キャンペーンにより3月から8月の休日を中心にスーパーサルーンゆめじを使用して快速瀬戸内お散歩号が運転されたその後同年10月1日から観光列車として快速瀬戸内マリンビューが運転されている2019年12月22日に運行を終了し 車両改造を行い後ろ身の新たな観光列車として、全車グリーン車のエトセターが2020年10月3日より運行を開始した。運行終了時点で臨時列車として土曜、休日のみ1日1往復運行されていた。主として、単線区間を定期列車の合間を縫って運行するため、通過駅であっても運転停車する場合がある。 2011年3月11日までは、毎日に往復で、1号が広島駅から三原駅まで運行を、その後2.3号として、三原駅呉駅間を1往復し、最後に4号として、広島駅に戻ってくる形で運行されていた。また、2017年2月26日までは、列車号数が付与されており、瀬戸内マリンビュー号として運行されていた。 一般的に下り列車は奇数、上り列車が偶数であるが、当列車は広島駅を基準としているため、下りが偶数、上りが奇数に設定されていた。大河ドラマ、平野清盛の連動企画として、2012年1月7日から2013年1月14日までの土曜、休日ダイヤにおいて宮島口駅広島駅間で延長運転を行い、 清盛マリンビューとして運転されていた。列車のヘッドマークに大河ドラマ、平の清盛広島県推進協議会のキャラクター、広島清盛のイラストを用いるなどの衣装変更が行われている。ドラマと関連イベントの終了に伴い、タイアップも終了した。二千二十年に広島県で行われるディスティネーションキャンペーンのプレディーシーに合わせて二千十九年十月から、 運行終了日まで、運行区間を、小道駅まで延長して運行していた。広島駅、呉駅、高駅、秋川尻駅、安浦駅、秋津駅、竹原駅、ただの海駅、三原駅と並結運転していた。1958年に急行化された際に、宮島と命名されるとともに、宇野駅発着編成との並結運転が、白尾線経由の急行、大線との並結運転に変更された。 1961年に起動車化、1962年に電車化され、東京駅広島駅間の急行列車としてに往復が運転されるようになり、呉線経由から山陽本線経由に変更された。この時点で宮島は急行系電車の定期列車としては日本最長の運転距離となり、以後この記録は破られることはなかった。しかし、 東海道新幹線と山陽新幹線の開業によって運転区間は徐々に短縮され、クレの電化に伴って再び、クレ経由の急行列車として最終的には新大阪駅広島駅間で運転されたが、1972年3月に廃止され、秋に統合された。クレを経由する東京駅発着の急行列車は1935年の クレ戦前通時に、山陽本線経由から変更された急行7.8列車に遡るが、その後戦時中に開廃を経て、クレ経由の急行列車自体が廃止となり、秋の直接の前進は、戦後の1949年に、東京駅姫路駅間で運転を開始した急行43.42列車である。同列車は、その後岡山駅まで運転区間を延長。 さらに1950年5月には、運転区間が、東京駅広島駅間、列車番号も、急行23.24列車に変更され、同年の11月には39.40列車に、変更の上、秋と名付けられた。しかし、5月の広島駅乗り入れ開始に際して、広島鉄道局が公募の上、ひばりという列車名を与えており、国鉄本社から、 秋と正式に名付けられるまでは、広島や関西地区で一部の時刻表に使用されたり、していた。運転を始めた時点では2等、3等の座席車と荷物車で編成された、秋も、1954年に2等寝台車、1956年には3等寝台車、1958年からは食堂車を連結、宮島が、 山陽本線経由の電車列車化された1962年10月以降は座席車を減らして寝台列車となり東京特例広島地区を直通する夜行急行列車として編成を充実させていった。また山陽本線の電化後もクレ線が非電化であったことから糸崎駅広島駅間は蒸気機関車が牽引し、 さらに1968年末からは宮島を描いたヘッドマークが機関車に掲げられ SL ブームを盛り上げる形にもなったが、クレセンも1970年には電化されたことにより、東京駅広島駅間の直通列車としての秋は廃止、山陽本線経由の特急、朝風増発という形で振り返られ、新大阪駅三原駅間で運転されていた急行、友の一往復が、 クレ駅まで運転区間を延長した列車を秋として赤黄線経由で運転されるようになった。山陽新幹線の岡山駅開業に伴うダイヤ改正ではクレ線経由の電車急行は秋に統一されて岡山駅広島駅間の運転に変更され新幹線連絡急行として3往復運転された。山陽新幹線博多駅開業に伴うダイヤ改正では クレセン経由の急行、秋が廃止される代わりに新大阪駅、下関駅間の夜行急行、温度の一往復を特急、秋としてその名称を引き継いだが、山陽新幹線開業で沿線の乗客が移行しただけでなく、広島県内での運転時間帯などの都合からも、再販房金以外は空席が目立つほど利用が低迷したこともあって1978年10月2日に、 廃止され、これをもって、中高、や高とも、クレセン経由の優等列車は全廃となった。列車名は、広島県西部の旧国名である、秋国に由来する。1950年に、大阪駅広島駅間で運転を開始した、準急3 0 7 3 0 8列車が、ルーツで、当時は、大阪駅岡山駅間で、大阪駅広島駅。 須崎駅間の列車と並結運転が行われていた。その後1959年に七浦と名付けられた。1961年には混雑緩和のために温度が運転を開始したが、1968年に温度に統合されて廃止された。列車名は秋の宮島の周辺に存在する継承地の七浦が由来となっている。 京阪神広島間の夜間の輸送力増強のために運転を開始した新大急行列車で1961年に新大阪駅広島駅間で運転を開始した。1962年には運転区間を下関駅まで延長。1968年10月からは七浦を吸収する形で京都駅広島駅間も設定されたが、 この列車は1973年10月から廃止される1975年3月までは定期列車としては初めて12軽客車が使用された。列車名は広島県呉市にある本州と倉橋島の間に存在する海峡である温度の瀬戸に由来している。ありがとうございます。